ほんなら、はい、すみません、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さん、なんと、今日はですね、日本放送、対、アナウンサーのショーアップライタープロ野球中継の、なんて言いますかね、もう日本の、重大アナウンサーの5人のうちの4人、3人来ていただきました。何言ってんだろうね。いやいや、今日はショーアップライターの日頃皆さん、野球中継、等でですね、お聞きになったと思いますけども、なかなかねラジオのアナウンサーですからビジュアルは別としても声は、これはもう日本一、争うようなね、人たち今日は、私はもう日本その解説者になって42年目になりますけど、まあ、ずっとお世話になってる、アナウンサーの重鎮、皆さんお気になったと思いますけどこちらからご紹介します。宮本信樹さんでございます。何年目かっていうのは、何年目ですか宮本さん。昭和39年1964年入社なんですよ。アナウンサーとしてはもうこれ野球選手その当時の人どんな人って言ったらすごいのが出てくるでしょうね。すごい人でしょうね。でもあの頃は10年経って初めて全国ネット、うんうん、10年経ってしないと全国ネットは放送させてもらえない、させてもらえなかったんです。あ、だいたい TBS も文化放送そうでしたね。あの頃全盛期ですかねラジオ各局は。その時のその超、エリートで日本放送に入られたわけですよね。でもね、ここで何年目から出たんですか。そうだ、やっぱり10年目、ほぼ10年目ですね。で最初の放送覚えてます。最初の雨で何か中止になって神宮球場、うん、あのネット裏に放送席があってテント、うん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 、ポールを立ててなるほどテントを張ってで雨の中差し当たったんですよ。寒くて寒くて。はあ。僕ももう M さんにもいろいろ勉強させてもらったんですけども、はい、いやいや。もうね、あの解説の方にね、はい、何を聞いていいかわからない、はあ、気の弱い青年で。いやいやいや。でもほら、10年やしてからというけど、その前ずっと練習はしてるわけでしょ。球場とかで。はい。はい、ということで今日は宮本信樹さんはですね、今年で92歳で。違う、10歳多い、ごめんなさい、82歳、82になっちゃうんですよ。すごい、11月で元気バリバリで怪物82歳でまだ歩ける、ローラー活躍しぶといな現役バリバリの、プロ野球中継のアナウンサーでございまして、宮さんはでもどっちかやったら日頃担当が、西武が多いですよね。もうね、西武球場と必ず宮田信樹さんいますから、まあ、宮田信樹さん今日は一緒に、いろいろお話を聞きたいと思いますけど、それからその真ん中にいらっしゃるのが、小口和夫さん。はい、山下さん1年下で年がね一つ下なんですよ。でまあ宮田さんの次に古い、今はね52年目になります。はい、それでも、まあ、この前も誰かと話したね、あれ誰と話したのかな、競馬の話してて、競馬の喋りが一番難しいだろうっていう話を聞いて、いやそれはもう日本放送小口さんのね、あの競馬の、中継っていうかアナウンサーすごいぞっていう話をこの前してたとこなんですよ。そうですよ、それが誰としてたか忘れてる。ずっと野球と競馬と両方やってきましたから、ね、だから小口さんは高島さん、高島さんとしたら、高島、あの大アナウンサー、はい、日本放送の大先輩、それとね、いやまだどっかでも喋ったんですよ。で最近も競馬のね、はい、妙なあの関わりがあってね、ちょっとこのところあの競馬に行ったり、それからその他競馬場のイベントに行ったり、そんなもんですか。あんまり野球の話ばっかりするから断られましたけど、みたいな。あれもだって公営競馬のね、公営競馬、地方と違ったんだね。まあ小口さんはそういうことでね、私と年も近いし病気も近いしね、同じような病気しますしね、はい、よく言ってますね。日本放送のもう、はい、大重鎮で、小口和夫さんでございます。皆さんもあのお声聞いたことあると思いますけど、何さんもあの声がずっと変わらないというこの年までね、これアナウンサーすごいですね。すごいですね、皆さんみんな、ね、
っぱり普段なんか生卵から飲めるんですか。何にもケアしてないんで、そろそろそのつけが来てますね。なるほどね。でもまあやっぱ天才の人ですよ、アナウンサーという人はみんなね、そういうことで今日はこう日本放送の、ね、3大アナウンサーの3人に来ていただきまして、でさて、今やバリバリのいい、山田徹アナウンサーです。いや私はこの3人の一番年下でございまして、ね、年下かね49年目のシーズンを迎えます。3年違いですよ、はい、山田さんはもうまだまだね野球の中継多いでしょ。いやそうでしたね去年はね、うんうん、今年あたりからだいぶどうでしょうね、うん、まあ山田徹さんとやるときはもうね話があっち行ったりこっち行ったり野球の中継がどうしたっていうような状態になるときが多いんですよね、うん、今年は面白い放送をね手掛けろとこう言われましたんで、楽しい放送よりも面白い放送だ、ね、面白い放送、異次元か次元の違うか、ね、その次元しかねえだろうと。異次元の子育てか何を言ってんだろう。いやで山田さんは、まあ、あとは私のゴルフのライバルでして、またねこれがね阪神が動かない、また戻ってきたから大抵でね、江本さん、うん、江本打ちをちょっと最近意識しまして、うん、江本打ち、クラブを鞭のように使うこれがね、うん、いいなというふうに思いつきまして、うん、飛ばなくてもいいんですよ、まっすぐ行けばいい。あれ江本打ちが典型的ですよ。最近ねちょっと覚えたんですよ。でしょあれ、うん、だってもともとほらコントロールがないから、ゴルフ打ってもあっちだりこっちだりしてたんで、いやそれをどうしたらいいかって言ったらやっぱこれしかないな。そう江本打ち、いわゆるラインだし、これですよ。ビンタ打ちってやつですよね、昔の。ビンポン。それなんですよ、ね、昔よくね、まあ、私はやったことも、されたこともないですけど。あれって言ったら、ほーって言われた人もいましたけど。ゴルフはビンタ打ちなんだ、ビンタ打ちは意外とね、まとまるんですよ。ね。はい、そんなことで、山田徹さんはですね、私のまあこの先そんな先が長くなってますから永遠にゴルフのライバルに行きたいんで、ひそかに、競い合っておりますけど、それでまあ今日はこちらにこの席に並んでこない、日本放送の、普段は三大アナウンサーの3番目で松本秀夫アナウンサーが今日は横から小外殿のように横から顔を出して影の声じゃないですか最近ね青柳スタイルって言ってヘアスタイル。あ、なるほどね。どういうこと。なんか似てるでしょ。いや似てる、ちょっと長くない。いやいやちょっと伸びましたね、いや無理やり方やる切られたら盛り上げてるでしょ。昔先輩でなんかねこうなんかノリのような吹き付けの方もいらっしゃいましたけどね。そうなんですよ。まあこれはしょうがないですよね。まあそういうことで、皆さんね、ショーアップナイターっていうのはもう長い歴史があってね、まあ、私も途中から42年前から入れてもらいましたけど、これはもう今の日本のプロ野球の、まあ中継としてはもうメインの、日本放送ショーアップナイターと、これ脈々とでも続いてますよね。よそはもうラジオやめようとかね、何を言っとるんじゃと思うんですけどね。まあそういう中で、82歳の宮田さんもいるし、ほぼ同期の小口さんもいるし、ちょっと下ですけどまだ向きになってゴルフを私より前は飛ばそうと思って向きになって打つアナウンサーでもね、こういう人たちが、まだいて、それで松本秀夫さんがいて、腹のぼっくりした荒井川とかがいたり急に面白くないのかなと思ってしまうような、さっきいたね、そういえばケム山とかねケムどうしたの、先に出たのに下にいます、下にいます。本当もうね、日本放送のアナウンサーみんな面白いですよ。だから僕らもう長い付き合いでね、いろいろ私も楽しましていつも中継やらせてもらってますけどね、まあそんなことでよくありがちなのは何が思い出がありますかとかね、いろいろ言うじゃないですかよく、まあ、そんなの聞いてもしゃあないですね。自慢話でしょうがないというかね。でも先輩っていう人のこうあれはあったでしょ昔から、ね、昔いたんじゃないですか、はい、深沢東、はい、渡辺健太郎、はい、もうそれ誰でしたっけ、石川明とかね、ですね、石川明さんとかね、島さん、島さん、ね、ラジオ日本ラジオ日本でね、
いや、みんな、皆さんね、もうあんまり知らない人多いかもしれませんけどね、もう昔からすごい人がいてね、この人ら口より手が早かった人たちでしょ、みんな。おっしゃる通りです。各局。もう今じゃ謹慎ですよ。小松井さんも含めてね、みんな、鉄拳制裁で育ってきた人たちで。鍛えられましたね。鍛えられたでしょ、はいはい、何が一番きつかったですか、北沢さんとかに言われるときは。やっぱり別に殴るわけじゃないんですけど、はい、あの人ちょっと非常にこう調子に乗りやすいタイプで、うん、こう手が先ポンと出る、叩くんじゃなくて、あっっていう感じで。あ、そうなんですか。ね、軽くやるんです。まあちょっと照れ隠しもあったんでしょうね。なるほどね。もうなんだお前って感じで。ああ、なるほど。それを僕一回やめてくださいって言ってやったんです。そうですか。入社した頃に。へえ。隣にたまたま後ろに女の子がいたもんで、同期の女の子。それで頭ポコンってやると、先輩それだけやめてください、あとは何でも聞きます、あ、そうと言ったことがあります、ね、やっぱり未だにまだ恨みつらみが残ってるでもやっぱりあの人、僕らもまあやりながらもやっぱすごいねっていうのを、解説者もね、試されるんですよね、あの人結構。あ、もううっかりすると突然ほら、なんかこの場面どうしますなんてね、こんな考えてねえよみたいな思うじゃないあれ言わないと機嫌が悪いんですよね。だからそういう、だから解説者も育ってくるしね。僕はね、プロ野球の あの解説者はね、アナウンサー次第って、もう前から言ってるんですよ。アナウンサーが育てる、中継の場合ですよ。だからそこがね、そういう意味じゃ私も日本放送でやらせてもらって本当にありがたい。もういくら優勝しちゃってこれも上がるわけじゃないし、そのあとの扱いも受けますけどね、日本放送は。でもね、いや、この恩義は忘れませんので、ずっと、まあ、私も元気な間やらせてもらえれば、皆さんともね、ずっとやると思いますけど。